な自習のはずだろ。教室戻ってろ。先生、大崎のこと。いいから戻ってなさい。たくどいつのことな。ちょっと待ってくださいよ、高須先生。え？いや、だから前回同様何もなしってことにしてやる。大崎はそれでいいの？いいに決まってんだろ。お前のためにそうしてやったんだからな。サンキュー。で？でじゃねえよ。行くぞもう。よし。ねえ、何してんの？滝先生いたんですか？何それ？肥料を日干しするんです。野菜にとって肥料は命なんで。おばあちゃんかよ。あ、そうだ。ねえ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 、この滝先生っていいんじゃん？あの、綺麗な先生ですね。うん、まあ顔はね、顔は綺麗なんだけど、むかつくからさ、ちょっとぶっ飛ばしてくんない？高杉君と入江君と3人で。あ、うん、ラーメンあげるから。いや、ラーメンは。よし、じゃあおっぱい触っていいから。うんうん。したがってグラフは傾きが4分の3、切片がマイナス3の直線になると。何隠した？何か隠したよね。見してやれば。みんなで万引きしよう。誰がこんなこと。俺じゃねえよ、入江。だってさ、この学校は万引きしても揉み消してくれるって聞いたから。なかったことにしてくれるんでしょ？だったらみんなで万引きしようぜ。そんなのおかしいだろ。おかしいのはどっちだよ。また今回もなかったことにしたんでしょ。サイリ、よかったじゃん。よくねえよ。なんでよ、ラッキーじゃん。内申書には書かれないんだし。ほら、よく聞いて。ねえ、静かに静かに静かに。大崎はそれで納得したんだ。もう一件落着したんだよな。根本を見ずに問題自体に蓋をして終わらせたんですね。え？おい、ちょっと大崎、大崎、大崎。私、納得なんてしてない。万引きがなかったことにされても本当は全然嬉しくない。私のためだって高須先生は言うけど、私はそんなの全然嬉しくない。万引きした私も最低だけど、先生たちだって最低だよ。何も分かってない。こんな学校大っ嫌い。先生なんて大っ嫌い。ありがとう。は？それが本当の君の気持ちだね。話してくれてありがとう。ありがとう。ちょ、キモいよ先生。俺先生になったばっかですぐに分かってやれなくて本当ごめんな。先生、今大崎が言ったことを高橋先生に言ってみてよ。言ったって無駄だよ。なんで？高橋先生みたいな人は何言ったって無駄なんだよ。先生が何とかする。いいよもう。よくない。
万引きはもっとよくねえぞ。もう心配したぞ。心配で心配で寂しかった。もう二度とすんじゃねえぞ。よし、こうなったら高須先生だ。先生頑張って。先生頑張る。高須先生バカみたい。おい大崎、頑張るか。便利な言葉だな。なんだ聞いてたのか。君たちは一体何なんだ。大崎に高圧的な態度を取ったり、クラスのみんなを煽るようなことを言ったり。別に思ったままにやってるだけだけど。僕も気ままにやらせてもらってるよ。この学校を変えに来たんじゃないのかよ。一番肝の教師たちが腐りきってるからな。杉先生は違う、頑張ろうとしてる。あの単細胞、あれもダメだな。なんだと。思いだけじゃダメ教師は変えられない。特に今のこの硬直しきった教育制度ではね。救いのない教師は潰すしかないんだよ。君たちのようなやり方でこの学校が変わるとは思えない。君のようなやり方で何が変わるんだよ。まあまあ高杉、潰す相手はこいつじゃないだろう。万引きをなかったことにされても嬉しくない。はい。え、大崎はそんなこと言ってた。はい。え、じゃあ手平は。手平明るく振る舞って本当の気持ちを隠してたんです。そうかな。そうなんです。なんだよ。もう一度大崎の問題にしっかりと取り組みましょう。はぁ、ちょちょお前何すんだよ。おいちょ、行きましょう。おいちょおいちょ、いただきます。うん、うまそう。大崎の問題は。なんでパイナップル入れんだよ。好き嫌いしてんじゃないよ。だよ、みどり。滝先生、コスプレが趣味だったんですか。これ制服。え、教員だけじゃやっていけないからさ、バイトしてんの。で、大崎の問題って何、解決したんじゃないの。いえ、これは高須先生のやり方が間違っていたんです。どういうことです。松尾先生、松尾先生もここでバイトしてるんですか。なわけないでしょう。高須先生のやり方が間違っていたとは聞き捨てならないですね。大崎が言ってたんです。万引きした生徒の言うことを聞くんですか。そんなことしてたら生徒に舐められます。大崎の言ってることは正しいです。正しいことが正解とは限らないだろう。いいか新人、あのぐらいの年頃はな、青臭い正義感を振りかざしたくなるもんなんだよ。大人は汚いとか、大人は間違ってるとか、大人に対して不信感を持つ。ああ、思春期ですからね。でもまあそんなのいちいち真に受けてどうすんだよ。いいか、俺は大崎の内申書が傷つくのを防いでやったんだよ。大崎の将来を見据えてあえてそうしてやったんだよ。俺のやり方は正しくはないが間違ってはない。高須先生、間違ってはない。増え。君のようなやり方で何が変わるんだよ。大崎、暇そうだね。ちょっと付き合ってよ。よし、じゃあみんなでカラオケでも行くか。大崎、草川、何やってんだよ。学校来いよ。何お前、こいつの彼氏。関係ないだろ。ほら行くぞ。離して。私もあんな学校行く気ないから。大崎、振られちゃったね、かわいそうに。どけよ、邪魔すんなよ。
邪魔なのはそっちだろ、ガキ。いい線だな。両国水島、これ草加と大崎ん家に届けといて。はい、さよなら。さよなら。さよなら。どうした？別に、忘れ物です。そう、じゃあ、さよなら。さよなら。うんうん、分かった、伝えとく。ああ、気をつけてね、うん、ああ、杉先生、今電話、草川から。もしもし。いや、切れてるし。草か！だ、切れてるってば。なんか大崎が悪い連中とつるんでるの見かけたんだって。で、心配だから連れ戻すって。あ、頑張るって言ってた。だから杉先生も頑張れって。うん、メモしといて。だから先生も頑張れ。そう。草か。なんかよくわかんないけど、その辺見てきてあげよっか。いいんですか。ああ、なんかあったら携帯で。お願いします。よし、俺も高須先生のところに。高須先生、高須先生、高須先生、高須先生のやり方が間違ってるなんて失礼なこと言ってすいませんでした。けどやっぱり高須先生のやり方は間違っています。もう一度大崎の問題としっかりと向き合ってください。わからない人だな。松尾先生は黙ってください。これは大崎と高須先生の問題なんです。高須先生、万引きをなかったことにするのはやめてください。お願いします。高橋先生、お願いします。うっさいな、もう。高橋先生、お願いします。なんでこんなとこまで来てんだよ。お願いします。ちょっとお前、ちょっと、もう。お願いします。お願いします。つけよ。お願いします。じゃあ分かったよ、目つぶってみ。僭越ですが、あ、僕たちに付き合ってもらえますか。ああ、はあ。何、ここどこって感じ。先生、あ、昔サッカー部だったんだよね。うん、高校の時だ。ゴールキーパーだったんでしょ。うん、お前らよく知ってんだ。僭越ですが、僕と勝負しませんか。はい。僕のボールを一本でも止められたらあなたの勝ち、止められなかったらあなたの負けです。なんでそんなことしなきゃいけねえんだよ。てめえ、こら。逃げるんですか。
受けてやろうじゃないか。試合開始です。